日本中に怒りが爆発。大谷翔平はトミー・ジョン手術に値する。上原浩二の蔑みと汚い言葉が空前の批判の波を巻き、それは本当に恐ろしい。大谷翔平選手の去就が注目される中、元プロ野球選手である上原浩二氏の発言がファンの間で物議を醸しています。上原氏は巨人に入団し、メジャーリーグで活躍し、ボストンレッドソックスではワールドシリーズ優勝を果たすなど輝かしい野球経歴を持つ一方、大谷選手に対して厳しい意見を述べることがあり、ファンからはアンチ大谷と呼ばれることもありました。しかし上原氏は昨年のブログでこの疑惑を否定しています。ところが最近、元東京ヤクルトスワローズの古田敦也氏の YouTube チャンネルに出演した際に、大谷の怪我を茶化すような発言をしたとされ、これが再び物議を醸しました。具体的には、大谷が決め球としていたスイーパーと呼ばれる球種に挑戦し、スリークォーターより下から投げれば、誰でも投げられるよと発言し、その後に、大谷選手はもっとひねって投げてる、あかん、肘飛ぶ、痛めるかもしれん、俺もトミー・ジョン手術受けなあかんと手術のことを少し茶化すような発言をしたということです。この発言が大谷翔平選手の怪我を茶化していると受け取られ、ファンからは批判の声が上がっています。また以前にも大谷選手についての発言が物議を醸し、ファンからの反感を買う結果となってしまったようです。ファンからは上原浩二氏の発言に対して批判的な意見が多く寄せられました。もう大谷の怪我を茶化してるやん、持論を語ってるのかもしれないけど大谷の怪我を揶揄してるように聞こえてしまったわ、現役の時は憧れだったけどトミー・ジョン受けなあかん、肘飛ぶっていう発言はショックだったといった声が多数上がっています。上原氏は10月6日に自身の YouTube チャンネルで松井秀喜氏についての話題で、松井さんが大谷選手みたいなスイングをしていたらもっとホームランが出ていたと発言しました。この発言に対しては、比較する必要がない、あのスイングは大谷だからできる、松井にも失礼といった異論が多数出ており、大谷選手に対して失礼だと捉えられた発言が続いていることが、今回の肘の怪我についての発言が物議を醸した理由の一つでしょう。かつて火消し役として名を馳せた名投手の炎上姿はファンも望んでいないようです。松井さんや大谷以外の日本人選手があのスイングを持っていたら打率が非常に高いことは確かでしょうね。逆に大谷がイチローのように崩されながらも軽打を心がけるなら、首位打者のタイトルも狙える可能性があると思います。打撃技術において大谷とイチローは日本でも特別な才能を持っていると言えるでしょう。上原さんは確かに日本を代表する投手であり、高い完成度を持っていました。ただし他の選手について言及する際には自身の功績を損なわないように注意するべきでしょう。動画を見ましたが、上原さんはなぜ自身の速球や球種が打たれないのかという疑問に迫り、機械やデータを駆使して検証していました。その中で肘が飛ぶという表現が出てきましたが、これはピッチャーの間で一般的な言葉のようです。大谷選手に関しては彼がこういった記事を見たり興味を持っているわけではないので、記者さんたちは無用な煽りは避けるべきですね。動画を見ましたが、大谷選手をいじったり攻撃的な内容ではなかったと感じました。大谷選手の肘の怪我は事実であり、スライダー系の棚毛が原因の可能性もあると指摘されていました。また動画ではメジャーリーグのボールの危険性についても触れられていました。これは単なる批判ではなく安全性についての議論であると考えます。人間にはトレーニングでは克服できない限界もありますが、大谷選手には長いキャリアを通じて二刀流としての素晴らしい活躍が期待されています。サンデーモーニングでは張本氏の後任として出演していますが、野球以外のスポーツにはほとんど関心を持っておらず、的確なコメントが難しいことがありますね。事前に情報収集を怠ることもあるかもしれません。最近では上原氏が出演すると視聴率が低下する傾向が見られ、その結果落合氏や中畑氏の出演回数が増えました。おそらく地上波での露出は減少していくでしょう。問題は大谷選手との関連性よりも手術を軽視するような発言だと思います。トミー・ジョン手術は長期間の犠牲を伴うし、
リハビリが非常に辛いものです。さらに元の状態に戻らない場合もある大きな手術です。それを軽々しく扱う発言は投手にとって選手生命を左右する重要なことであることを考えると慎重に言葉を選ぶべきでしょう。これは自身や身内にその経験がない人々の言葉であり、真剣に悩む人々にとっては痛みを理解していないように映る可能性があります。この記事には古田の方程式が野球が上手くなりたい小学生や中学生に向けたメッセージを含んでいるという前提がないと思います。上原さんの出演シリーズでもそれは一貫しており、周囲を歓喜する意図を持って肘の怪我について言及していたと考えるべきです。まず大谷さんは上原浩二のことを特に気にしていないし、ライバル視しているわけでもありません。彼は全く異なる次元に位置しており、その凄さは計り知れないものがあります。2021年、大谷選手が投打で輝きオールスターにも出場した際、上原氏のコメントが印象的でした。彼はこう言いました。彼は二刀流としての評価だから難しいんですよね。例えば3割打ってるわけじゃないし。メジャーでホームラン王争いをしている選手に対するこのコメントは、大谷選手の異次元の活躍に対して素直な喜びを感じさせませんでした。それに対照的に菊池や藤浪、沢村などのピッチャーが力投すると上原氏は熱く語ることが多かったです。その差が極端に目立ちました。肘を下げて横の回転を増やせばボールは曲がります。投げた後に感じたことを発言するだけです。特にいじりではなく、投球者が実際に感じたことをそのまま表現しただけだと思います。上原さんは縦の変化で対戦相手と勝負する投手であり、スライダー自体はプロになってからほとんど投げていないので肘にかかる負担に驚いたのでしょう。肘の故障とトミー・ジョン手術が関連付けられていることが一般的ですから、チャカスイートではなくスイーパーと呼ばれるスライダーが肘に負担をかけることを実感しただけだと思います。何年もメジャーリーグでプレーしてきた経験を持つ人がメディア越しに軽率な発言をすることは考えにくいです。どう受け取るかは聞く側次第だと思います。上原氏が言葉を選ぶことが難しいのは残念ですが、それはまた別の話です。彼は素晴らしい投手であり、その点は認められるでしょう。一方大谷選手は若い頃から言葉を丁寧に選び、他人を傷つけないよう心がけています。同様に松井さんも素晴らしい人格者です。動画を視聴した後この記事を読みました。上原氏の発言がそこまで茶化したものではなく、むしろ普通のプロ選手の視点からの意見だと感じました。プロ選手として肘の負担が限界を超えることは珍しくない現実を認識しているでしょうし、大谷選手もそのことを理解しているでしょう。上原選手が述べた相手バッターは人間だしねという発言も、データに基づく効率化と経験や勘に基づく投球の両方が存在することを示唆しているのかもしれません。身長や体質、天性の才能、野球に対する情熱の度合いなど各選手は異なる要因を持っています。遠投や走り込みに関してもダルビッシュ氏は否定的な意見を述べましたが、動画では2人の選手が肯定的な見解を示しており、それぞれの選手の個別のアプローチがあることが分かりました。上原氏と大谷選手は自身の経験や感じ方に基づいて異なる見解を持っており、比較することや議論することは難しいと思います。上原氏の言動を一つ一つ騒ぎ立てる必要はないかと考えます。上原さんを含む元プロ野球選手の YouTube チャンネルはよく視聴しており、この回も拝見しましたが茶化しているようには感じませんでした。記事ではトークの流れや雰囲気が伝わらず印象が悪くなってしまうかもしれません。興味がある方はぜひ一度この回をご自身で視聴し判断していただければと思います。もちろん人それぞれ異なる受け止め方があることを理解しています。この方以外にも大谷選手に嫉妬心を抱く元プロ野球選手が散見されますね。その背後には彼の圧倒的な実力があまりにも完璧すぎて何も言うことがないという感情があるのかもしれません。ですが大谷選手の存在は解説者としての仕事にも新たな風を吹き込んだことを考えると、五十嵐さんや川上憲伸さんのように素直に彼を認める姿勢が素晴らしいと思います。上原氏の大谷選手に関する発言は単なる噂や話題ではなくガチのものであるようですね。公共の電波でこうした嫌悪感をあらわにする行為は
確かに驚きます。上原氏は現役時代多くのファンから愛された投手であり、その偉大さは広く知られています。なぜ彼が大谷選手の活躍を褒めることなく自己主張をするのか理解に苦しむという声が多いようです。イチローと大谷を比較することは難しいですね。首位打者というタイトルは世界一のリーグで獲得することの難しさを考えると簡単には言えないことです。上原氏の発言が嫉妬から来ているのかどうかは分かりませんが、現役を退いた後でも選手としての自己評価を持ち続けることは時にはみっともない印象を与えてしまうこともあるかもしれませんね。